おじいちゃん、このジョセフ彦って誰？外国人？そうだな、名前は外国人みたいだけど、本当はこの播磨町出身の日本人なんだ。日本で初めて新聞を発刊して、新聞の父って呼ばれている人なんだ。へえ、播磨町出身のそんな人がいたの。おまけに日本人として初めて3人のアメリカ大統領に会った人なんだ。だけどなんでジョセフ彦って外国人みたいな名前なの？それはね、ジョセフ彦は1837年、播磨の国加古郡小宮村、現在の播磨町小宮に生まれ、彦太郎と名付けられました。ところが父は間もなくこの世を去り、数年後母は再婚して、隣の東本庄村浜田、今の播磨町本庄へ移り住みました。新しい父は船乗りで、彦も船乗りに憧れました。おいら船に乗っていろんなところへ行ってみたいな。しかし母は危険な船乗りになることだけは反対し、彦を寺子屋へ行かせます。彦は父や兄の旅先での話を楽しみに帰りを待つようになり、やがて船乗りへの夢がどんどん膨らんでいきました。ところが12歳の時、母が突然亡くなってしまいます。喪が明けて父は、彦、お前はこれからどうしたい？母さんの気持ちに応えて寺子屋に通って学問を身につけたいか、それとも母さんは反対していたが船乗りになりたいのか、お前も12歳だ、自分自身で進みたい道を選びなさい。おいら、父ちゃんみたいな船乗りになりたい。彦は考えた挙句、憧れの船乗りになることを決め、父の仕事を手伝うことにしたのです。ある日、嵐を避けるために立ち寄った港で、真新しい英力丸という船に出会います。立派な船だな、こんな船に乗ってみたい。早速彦は父に英力丸に乗船したいと伝えます。ダメだダメだ、半人前のお前じゃかえって迷惑だ。それに江戸までの長旅は危険すぎる。おいら早く一人前の船乗りになりたいんだ。まあまあ吉左衛門さん、息子さんもそう言ってるんだ、わしは構わないよ。万蔵さん、たまたま英力丸の船頭の万蔵さんは隣村の人で顔見知りだったので、彦に助け舟を出してくれました。やったー、父はしぶしぶ承知しましたが、これが大きな転機になるとは誰も思っていませんでした。船は無事江戸に着き、積み荷を下ろし帰りの航海に着きました。雨か。しかし遠州灘の沖で嵐に遭い、舵や櫓が壊れ、なすすべもなく
エーリキ丸は東へ東へと流されていったのです。広い太平洋上をあてどなく漂流し続けて53日目の朝。みんな起きろ起きろ、お城の天守閣が見えるぞ。みんな飛び起きてその方向を見ると、お城が海の上を動いているではありませんか。よく見るとそれは高い3本マストにたくさんの白い帆を膨らませた異国の船だったのです。みんな大声を張り上げ懸命に手を振りました。するとその船はエーリキ丸に気づき、乗組員17人を救助してくれたのです。その船はアメリカ商船オークランド号で、ジェニングス船長はヒコたちを温かく迎え入れてくれたのです。そして1851年3月、ヒコたちはサンフランシスコの港に着きました。アメリカに着いたヒコたちはアメリカ国内で大きな話題となりました。アメリカ政府はヒコたちを日本へ送り返し、国交を始めるきっかけにしたいと考え、軍艦セントメリー号に乗せ、大統領の親書を持って日本へ向かうペリー提督と合流するため、香港へ向けて出発しました。しかし香港でペリー艦隊を待っていた彦は、その到着が大幅に遅れたことや友人の勧めもあって、再びアメリカへ戻りました。サンフランシスコに着いた彦は、税関庁で優れた起業家であったサンダースに認められ、彼の秘書として働くようになりました。サンダースに連れられてニューヨークを訪れた時、初めて見るガス灯や蒸気機関車に大変驚きました。ヒコはサンダースの援助でカトリックの学校に入学し、洗礼を受け、名前をジョセフ・ヒコと改めました。そして1858年6月、ヒコは日本人として初めてアメリカ市民権を取得したのです。しかしアメリカでの生活に馴染みながらも、日本に帰る機会を待っていたヒコは、日米修好通商条約が結ばれたことを聞き、ついにアメリカを出発する決心をしたのです。1859年7月、長崎を経て神奈川へ入った彦は、9年ぶりに日本の地を踏み、アメリカ領事館通訳として働きました。ところが当時の日本では尊王攘夷論を唱える人々が多く、そのため外国人が攘夷の浪人に襲撃暗殺される事件がたびたび起こり、身に危険を感じた彦は再びアメリカに戻りました。アメリカに戻った彦をスワド国務長官は再び神奈川の領事館通訳に任命します。この時スワドは彦をリンカーン大統領に会わせました。つまり彦はリンカーンと握手した唯一の日本人となるのです。1862年10月、再び日本に帰った彦は
アメリカ領事館通訳として働きますが、1年で辞めて商社を設立し、新聞発行に向け準備を始めます。横浜ではまだ外国人が迫害を受け、新聞の発行は身を危険にさらす行為でしたが、日本に外国の事情を伝えたいという思いは強く、彦は日本で初めての新聞を発刊します。新聞紙は彦が外国の新聞を翻訳し、岸田銀行と本間仙蔵がひらがな混じりの優しい日本文に直したものでした。翌年には海外新聞と会談し、木版刷りで26号まで発行しています。わらしにも読むなんとする編集方針や広告を掲載するなど、開拓精神に満ちた新聞作りは現在の新聞の土台を築き、今でも高く評価されています。ところが当時は世情が安定せず、身の危険を感じた彦は1866年長崎に移り住みました。この頃遠方より訪ねてきた伊藤博文や木戸孝允、坂本龍馬らにアメリカの政治や社会制度について語り、彼らに大きな影響を与えました。また大阪造幣局の創設に関わるなど、実業界の発展にも大きく寄与し、明治の近代化に貢献したのです。1870年12月には郷里へ立ち寄って両親の墓を注文し、翌年除幕式を行いました。この墓は裏面に英文が刻まれていることから横文字の墓と呼ばれ、蓮華寺境内に立っています。1897年12月12日、60歳で波乱に満ちた生涯を閉じた彦は、東京青山の外人墓地に長子夫人と共に葬られています。その石碑にはジョセフ彦の墓と刻まれています。流れ流されて彦ってすごい人だね。この町出身のこんなすごい人がいるって僕全然知らなかったよ。うん、でもね、太平洋を漂流した時やアメリカにいる時、そして日本に帰ってきてからも、次々に出会った困難なことにまっすぐに向き合って、くじけないでちゃんと乗り越えてきた。こんなたくましい人がこの町にいたこと、しっかりと覚えておかないといけないな。うん、友達にも教えるよ。そうか。